はい、ということでですね、本日はですね、静岡県は清水市の、秋葉さんっていうね、神社のお祭りに来てるんですよ。で、まあ純粋にお祭りを楽しむだけでなく、ちょっとね、今日は企画を一つね、用意してるんで、そちらをね、やっていこうと思うんですよ。結構ね、人がね、すごい賑わってるんですよ。ということは、まあ人がまあめちゃめちゃいるってことで、よくね、お祭りなんかで聞くじゃないですか。お財布落ちてたとか、それを本当にお祭りでお財布は落ちてるのかっていうのをね、今日は検証で実際にね、してみたいと思います。で、まあ落ちてたらもう必ずまあ交番の方に、ね、まあ届けるっていうことで当たり前ですけど、まあお祭りをね、陰から支えるということで、まあね、安心して楽しんでいってもらえるようにということで、社会貢献にもなるじゃないですか。まあそれをね、今日はちょっと実際お祭りやってる間、特に下を見ながら、やっていきたいと思いますので、ぜひね、最後までご視聴の方ね、よろしくお願いします。よっしゃ、行ってみるか。さあ、行くぞ。よっしゃね、お祭りの、スタート地点からまずね、パトロールということでね、ちょっと行ってみましょう。下を見ながら。じゃあ、後であげるよ。危ない予感がする。さっき、で、なんていうのかな。でまあこうやって人がこう歩くとこもそうだけど、意外とこういうとこありそうだ。ちょっと待って、ちょっと来て。まずはですよ。これマスク、これ大事っちゃ大事じゃないですか。で俺、まずね、まあこんなんはまあね、まあ拾っていくんですけど、でまあ進んで30メートルぐらい、まあまだね、さすがに一つもないね。どんどんね、どんどん探して。たこ焼きはシンプルに帰るときに買っていこう。たこ焼きは俺、焼きそばがいいな。あ、焼きそばいいじゃん。で1回目はまあ普通にまあ、通ってみて、まあ、何回か往復してね、まあ、本当に落ちてないかしっかりね、探してあげて。本当落としてたらシャレにならないですからね。これもし自分だって考えたらシャレにならないですから。なんかこうやってさ、下ばっか見て探してるとさ、あえて拾いに来たやつみたいにちょっとなる。泥棒か。まあそういうやつだしな、実際そういうやつだしな今日は。だけど公安には届けるよって。あるんじゃない、ほら。てか神社が見えてこねえな。神社が見えてこないな。とりあえずここが秋葉さんね。ここが秋葉さん。ちょっと中入れるかどうかちょっと行ってみよう。
はい、ということでね、まあ、だいぶ歩いてきて、秋葉さんの神社の方に、まあ、今着いたんで、ちょっとお参りして、でもここがメインやからなお祭りって言ったら屋台じゃないからな、神様のとこに行ってありがとうございますって俺言うのがお祭りやからな。ということで、まあちょっとお参りしてから、もうもっともっとガンガン探していこうか。だから困ってる人がいたら困るからね。それが地獄です。日本の感じかっこいいよね。ちょっと中行ってみよう。いいね、なんか千と千尋っぽいな。あー確かに感じかなねえ、ちょっとさ、マスクからだけもう匂いがあれしない？なんか線香の匂いか、なんかね、すごいな、ちょっとあったかいな。お参りできるの？お参りできるの？俺の目とどっち怖いかね。きっしょはい、ということでね、まあ、屋台の、終わり、ここがもう最終だよね。うん、で、まあ、行きがまあ見つからなかったってことで、なんだあいつ、見つからなかったってことで、帰りは特に道の、横、うん、とか路地、この辺を要チェックしながら、もうこのレベルでも行くからね、このレベルで。よし、行ってみよう。よいしょ。あ、トイさん。ちょっと曲がってみる。ないな。これ今んとこさ、全然ないよね。いいことなんだけど、全然落ちてないよね。だから結構ね、あの脇とか探してるんだけど見つかんない。これはね、危機管理能力が皆さん高いってことだからね、これはいいことだと思う。どんどん探していこう。これさ、鮎の塩焼きって食べたことある？あー、ないな。そういや、俺も意外とないよね。本物か。虫物とかある。どれっぽい飴とかあるじゃん。あ飴細工でなんちゃら。寒いし全然ねえな全然ねえな。すごいいいことだよな。でも本当にいいこと、いいこと。取れ高はゼロ企画倒れもいいとこだよ取れ高あっただろ何かあったこっつぞはい、ということでですね、もう一回ね、ちょっと戻って、さっきとは違う方向も探してみたんですけど、やっぱりね、ないですね。ここの秋葉さんのお祭りでは、まあ、一つもないっていうことなんで、まあ、検証結果からいくと、まあ、お祭りに行けば必ずしも、お財布とか貴金属が、落ちてるわけではないっていうことで、
やっぱなかったもんね。あれ、お前財布は？財布。やば。え？やば。